10月17日のリビングライフの時間です皆様いかがお過ごしでしょうか私はウェスランホールネスの玉川キリスト中央教会の本間と申します今日は人が神の前に正しくありえない理由というタイトルで呼ぶ気急所を 一節から十節の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。ヨブ記九章一節から十節。ヨブは答えた。その通りであることを。私は確かに知っている。しかし、人は。 どのようにして神の前に正しくありえるのかたとえ神と言い争いたいと思っても千に一つも答えられないだろう神は心に知恵のある方力の強い方この神に対してかたくなになって誰がそのままで済むだろうか神は 山々を映されるが山々は気づかない神は怒ってそれらを覆される神が地をそのもといで震わせられるとその柱は揺れ動く太陽にお命じになるとそれは昇らず星もまた封じ込められる神はただ一人で天を延べ広げ 海の大波を踏みつけられる神はオウ牛座オリオン座スバルそれに南の天の間を作られた大いなることをなさって計り知れずそのくすしい見技は数えきれない昨日までは友人の2番目のビルダーデという人の 言葉が続いていましたけれども今日からはそのビルダデに対するヨブの言葉になりますいろいろなことを友人たちは言いますけれどもヨブはそれはもう分かっていますとそれは知っている私もそのように生きてきたそのように言うわけですねそしてこの9章の前半においてはまるで神様を賛美しているかのようなそういう言葉も 五節から十節には続きます。とても素晴らしい。主への賛美の言葉だなと思わされますけれども。でも、これらの言葉も。いわばしかしというですね。言葉に。繋がっていく、そういう感じなんですね。そのような神様であるけれども。なぜ。私をここまで苦しめられるのですか。というですね。そのような形になって。 行くわけですヨブはなぜ私が苦しまなければならないのかそれがわからないそれがわからないことがつらいそのように言っているわけです。まあこのブ記すでに今日9章まで来ていますけれどもヨブ記の1章からこのストーリーが始まっている時そもそもどうだったのかっていうことを思い起こしたいと思うんですけれどもですね、まあ、そこにサタンが出てくるわけです。 そして、主は、いわばヨブのことをですね、サタンに対して自慢なさったわけですね。彼ほど正しいものはこの地上にいないと。するとサタンはいやいや、ヨブはあなたからもう恵まれるだけ恵まれているから、それであなたを信じてるんですよと。そういったものを全て奪い去ったらきっとあなたを呪うでしょうと。すると主はですね、いやそんなことないはずだと。ヨブがそうであっても神様を 信じ続けることをいわばサタンに納得させるためにしばらくサタンがその予部を苦しめることをお許しになったわけでありますちょっとこの話は理解が難しいんですね物語としては非常に分かりやすい読みやすいんですけれどもしかし本当に神様はそんななことなさるのそもそもサタンのそういうまあそそのかしのような挑発のような願い事を神様が聞かれるの そして、サタンがそのように言ったことを神様が聞いて、私たちの人生にも苦難が起きるの、まあ、そんなふうにですね、こう当てはめて考えていってしまうと、えーどうなんだろう聖書が他の箇所で言ってることとちょっと違う気がするな。そんなふうに思うかもしれません。ここはなかなか難しいですね。うまく説明ができません。神様がサタンの そそののかしし言葉を聞くってことはないでしょうただ呼ぶもそのように信じていますしまた私たちもこの呼ぶ機から学ぶことは全てのことは神様の許しなしには起きない全てのことは神様がご存じない範囲で起きるということはないということですね。ですからこの最初の神様とサタンのやり取りが何を意味するのかということはさておき 予分が苦しんでいるそれは喜ばしいことではないんです。でも神様はそれをご存知でそしてそれは決して余分を何て言いましょうかね痛めつけたりいたずらにですね余分を苦しんで楽しんでいるのではなくて神様の中での思いがあって今はこのところを余が通らされているということですね。神様は決して 変ないたずらをする方でもなければ悪意の中に私たちを突き落とされる方でもありませんからですから私たちがその時その時に何か願わないことを通ることもあるかもしれませんけれどもしかしそれは神様が知らない中で起きているそういう無法地帯で起きている出来事でもなければまた神様が私たちに何かこう気まぐれで悪いことを及ぼしておられるのではないということですね。 改めてこここでで覚えたいと思うんですねこのことをちょっと難しい言い方ですると神様のととですね、まあ、とにかくなぜかということが分からないのも含めてとにかく神様が何らかのお考えがあってそのことをなさっているということですね。そして神様は常に最善のことをなさろうとしている。神様は 私一人のこと、また私のこう見ている世界のこと、それだけではなくもっともっと広いこと、世界全体をご覧になって、そして全てのことをなさっているということですね。明日は野外行事があるから、絶対に晴れてほしいと思って私たちお祈りします。でも、時たま、その日が雨で、 行事ができなかったとかもしくは雨の中でその行事をしなければいけなかったっていうことがあるでしょうそれは私たちの祈りが聞かれなかったということではなくて神様はあえてその日雨を降らせた方がいろいろな意味で良いもしかしたら雨を必要としていた地域人々がい,いたのかもしれません常に神様が一番良いと思うこと しかもそれは間違いのないことそれを神様がなさりたいようになさるそれが神様の主権ということですねヨブははあるる意味ででそれは分かっているんですねだからこそなぜそうなのかを知りたいでもそのことがまだ示されないのが苦しいということがヨブの言葉でありましょう私たちも神様の御言葉が心に響かない っていうことがあるならばそれはとても苦しいことですね教会に行ってメッセージを聞いても自分で聖書を読んでも何かディボーションの雑誌を読んだり信仰の書物を読んだりしても何にも響かないという時があるでしょう苦しいですね私の信仰これでいいんだろうかそんなふうに悩むこともあるでしょうだからこそ祈り求めつつ 神様の御言葉に聞いて欲しいてしんですね神様どうぞ私に語ってくださいこれらの信仰の言葉を通してまた聖書の言葉を通して私にあなたの声を聞かせてくださいそんな思いでですね是非またこの「リビングライフの時間もですね、えー、ご覧になっていただければと思います。 聖書を学ぶとか、聖書を勉強するという言い方がありますね。また実際そういう言い方をして、またそういう会が、教会などで持たれたりすることでしょう。もちろん、学んだり、勉強しなければわからないことも確かにたくさんあります。でも、聖書は勉強するもの。もちろん勉強しないとわからないですけれども、しかし、勉強するものではないというふうに思っています。聖書を通して、 神様がお語りになることを聞く。ですから、もしかしたら分からない言葉があるかもしれない。意味の分からない説があるかもしれない。全くこの段落は読んでも何言ってるのか全く分からない。誰かの解釈の手引き、または参考書。いろんなのを見ながらやっとこんなことかなと。もうそれこそ言語になってみないと分からないなんていうことを言う人もいるかもしれません。確かにそういう意味で、 わからないということはあるかもしれませんけれどもしかし神様は不思議にそのような全てが全て知的な意味で理解できたと言えない中であったとしても不思議に語ってくださるんですね聖霊を通して私たちに本当に導きを与えてくれたりまた励ましを与えてくれたりまた時にはそれではいけないと戒めを与えてくれたりするわけですそのような生きておられる神様が私たちに 語ってくださるそのことが私たちが聖書を読むときに実際に起きるんですね。そのことを是非祈り求めてほしいと思うんですね。ヨブはなぜこの状況が起きているのかがわからない。それを知りたい。神様教えてほしいと。私たちも同じ熱意を持ってどうぞ主よこの私にお語りください。そのような思いを持ってさらに御言葉に触れてまいりたいと願います。 お祈りを捧げます。愛する天のお父様。試練、それ自体も大変辛いことでありますけれども、その試練の意味がわからない。なぜ神様がこの場所を通らそうとしておられるのかがわからない。ということが、呼ぶだけでなく私たちの人生にも起きてくることでしょう。しかし、死をどうぞ、見言葉を通して、 私たちがあなたを信頼し続けるためにあなたの身思いを常に示してくださるように御霊を通して教えてくださいますようにまた私たちがそれを受け取る開かれた霊の心を持つことができるように神様が働いてくださることをお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。